はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。中子おばあちゃんのねトマトですね、しばらく誘引やってませんでしたので誘引をやりたいと思います。で、かなりねでかくなっちゃいましたねよっこいしょ。トマトもね結構なってますね。よっこいしょ。で余分な脇芽をよいしょ。で今朝なんでねあんまり強く誘引しますと、茎がね折れてしまいますので、ちょっと今回は緩くやります。よっこいしょ。 あまりね 無理やりやると通るかな下。よっこいしょ。本当はねもうちょっと暖かくなってトマトがねちょっとしおれ気味の方がいいんですけどね。よっこいしょ。ちょっとみずみずしすぎたかな。まあちょっと何本かやってみて、ちょっと厳しいようだったらやめますけどね。よいしょ。まあ、ゆるーく縛っときましょう。うちの猫がね、なんか用足してますね花壇の中でばあちゃんの花壇の中で用足してますけど、よいしょ。これが脇芽だな。よいしょと。で、ここね下の方から結構大きい分け目出ちゃいましたので、これは取らずにこのままならせちゃいましょう。2本仕立てにします。よっこいしょ。よっこいしょ。はい、1本終了ですね。まああとは同じ繰り返しなんでね、はい、動画の方は1回ここで止めます。よいしょ。はい、誘引作業終了しました。で右側のね、ナスを誘引しようかなと思ったんですが、これはね、ばあちゃんがやったみたいでね、特に今手を加える必要はありませんので、はい、ここはもうね、もう手入れ作業は終了になります。